二次前やん。ずずしい人ですね。自慢のパパとママだね。いい感じ、いい感じ。もう後ろ、椅子取っちゃったんですね。そうなんです。愛犬と旅する人と車を深掘る、犬旅マニアのコーナーでございます。いいですね。夢ですよね。ね、本当にね、人生のね、夢ですよ。はい、いつかやっぱりね、いや本当に、もう犬と旅したいって本当に思いますもん ね、 いいね、はい、で今回愛車をご紹介してくださるのは、チャンネルイノバのご夫婦と、愛犬のルーリーちゃんです。ルーリーも来てますか。はい、よろしくお願いします。どうぞ。はい、よろしくお願いします。またずいぶん美男美女ですね。いやいや本当ですよ。かっこいいな。はい、YouTube を普段やられている。はい、そうですね。うーん、どんなことやられてるんですか。基本舐められてますよね。あ、そう、ここはもういつものことなのなんか懐いたやつですね。うん、ほ、本番強い犬ですよね。いや、ほんとほんと。ルーリーちゃん、ペロ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 。普通、大人がするんだけど、全然してません。普段はどんな方。中泊と、まあ、キャンプと、そういうのを YouTube で配信してます。はい、あれですか、お宅はどちら、自宅は。あ、千葉ですね。千葉。はい、で千葉で、車中泊って言ったらどちらの方行くんですか。千葉でやるというよりは、そこから出て、はい、関東圏に近い、例えば山梨とか、長野とか。そっちまで行くんだ。はい、行きますね。食事とかどうするんですか。例えばお風呂とか。お風呂は、まあ、温泉なんかを利用するんですけども、はい、やっぱりちょっとワンちゃん心配なので、2人別々に1回ずつ行くような感じです。交代で。だから1人にするってことはお風呂の時はないです。もう何回ぐらいこう車中泊してるんですか。まあ、年間でいうと30泊ちょっとぐらい。いい人生だよね。夫婦仲いいですよね。いやいや、本当仲良しで。お仕事は車関係の仕事をしてます。奥様は。あ、一緒ですね。自営業です。はい、そうなんですね。四六時中一緒にいるんだ。あ、もう本当にいない時間の方が少ないぐらい。ルリちゃん何歳ですか。13歳です。13歳。あ、ね、あと30年ぐらい来てもらわれてね。ぜひ。ね、愛車をね、今から見せていただくんですけれども、はい、愛犬に嬉しいポイントを一つ挙げていただいております。うん、教えてください。はい、こちらです。老犬の足腰に優しいフルフラ。あ、うん、そうなんだ。まだ13。13歳なんですけど、うん、ヘルニアを2度ほどやっているので、うん、ちょっと足腰が弱っていて。あ、そうなんだね。あ、そうなんだ。ミニチュアダックスはね、腰が弱い。あ、そうなんですか。よく言いますよね。で早速ね、そのフルフラって見せてもらいましょう。ね、見せてもらいましょう。ちょっとよろしいですか。はい、この車は何ですか。あ、これはトヨタのボクシーです。あ、いいですね。はい、70系になります。これは5ナンバーですか。はい、サイズは5ナンバーなんですけど、構造変更で4ナンバーに今、はい、してあります。あららら、いい感じ、いい感じ。もう後ろ椅子取っちゃったんですね。そうなんです。なので、普通牧師ですと、8名乗車なんですけど、2名の方に変更してあります。いいじゃないね。2名に変更すると、はい、それこそ4ナンバーにしなきゃいけないんですか。あ、そうですね、基本貨物扱いに、はい、でそっちの方が今土屋さんが、はい、おっしゃったように税金面での恩恵があるので、どっちもね選べるんですけど、貨物か乗用か ね、 そうですね。ただほら車検がまた毎年とかっていう、そこは そうなんだ。それが結構 ね、 ね、だから4ナンバーにするのもいいんだけども、うん、それはちょっと面倒くさいですよね。はい、ただ僕ら車、あ、しょっちゅう行ってるので、ちょっとこれ中に見ていいですか。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。これはこれ何入ってるの。あ、これはちょっとじゃあ、はい、こちらは生活用品というかご飯食べる時とかに使うような台所系のものが、ちょっと汚いんですけど、うん、お恥ずかしいんですが。いや、恥ずかしくないですよ。まな板とか、あと、お鍋とか。ちょっとこれ一回外出していいですか。はい、ね、ごめんなさいね、ずるしくてね。恥ずかしい。いや、そんなことないですね。いらっしゃる。結構自炊するっていうことですか。はい、ここで自炊して。いや、でもすごいですよ、このね、下にもね、こうやってね。この中には何が入ってるんですか。はい、これは IH が入ったりとか。基本車の中なので、あまり火は使わないようにしてます。これはムードランプですか。やらしい夫婦ですね。いや、素敵じゃないですか。いや、やらしいのかな。たまにはそういう夜もあるの。そう、大事ですよね。そうそう、大事ですよこれ。視聴者の方にいただいたりして。かわいいよね。そうなんですね。で、これはですね、これは便利ですね。はい、これだとね、で、倒れないしね。そうなんですよね。はい、いいよね。いいですね。例えば冬なんか、あれですか、電子、なんかこれ毛布とか、はい、そういうのもやる。一番下に電気式毛布を引いて、はい、その上に、
布団系のものを置いてます、うん、最高になんかさ、夫婦仲が良くていいね。うん、ルーリーちゃんはどこに行くんですか？ルーリーは私たちとの間に、はい、あそこにあるわ。ベッドを作りました。向こうから見ると分かるんですけど。ベッドじゃあ向こうから見ましょうよ。いい夫婦だな。バッテリーですか？はい、ポータブルバッテリーを。そうですね、はい、この子のおかげで何でも動かせるようになってます。充電器。でこの充電器で、はい、これ音はどうですか？これ結構うるさいです。ファンの音が。そうですよね。はい。はい、結構あの電気く例えば上の電子レンジとかを使うと。うん、結構うなりますね。なるほどね、はい、これは作ったんですか？そうなんです。もううちこれ基本後ろは全部 DIY で、DIY で、はい、ベッドも DIY でやりました。あ、すげえな。いや、いい、こういうなんかご夫婦がかっこいいよね。そうだね、うん、こういう旅をしたりさ、これ照明もすごいですね、天井。そうですね、はい、うん、これは埋め込み照明を全部自分たちでやったの？はい、あの全部上の内張りを剥がして穴を開けて埋め込みました。あ、なんでなんでこれにしたの？車の電気だとやっぱバッテリー上がりが心配だったので、うん、やっぱりこう、あ、こっから幸い大きいのがあるので、すべてこちらから電気を。そうか、はい、俺だったらなんかほらあのなんかランタンみたいな形でなんか、ね、そうですね、あんなでごまかしちゃうけど、うん、ちゃんとこれキャンプの時はランタンなんですけど、うん、やっぱ車中泊の時はこれの方が便利なので。そりゃそうだよね、はい、あと YouTube の撮影してる時に YouTube でどんな、うん、もうどれぐらいやってるんですか？3年ぐらい、はい、やってるんですけど。今なんかどれぐらいですか、そのお客さんっていうか。あ、登録者数今1万9000人ぐらい。すごい。いやでもそれも、うん、まあ、頑張ってる方だと思います。例えば普通のキャンプ場とかトイレとか大変じゃないんですか？あ、キャンプ場今すごいんですよ。そうなんですか？はい、もうウォシュレット付きがほぼ当たり前みたいな。あ、そうなんですか。はい、で、あの洗い場もお湯が出たり。あ、じゃあもう全く問題ない。もう全然快適です。キャンプ場っていくらかかるんですか？場所にもよるんですけど、だいたい平均すると5000円ちょいちょいぐらいな感じです。安心でいいですね、お湯もあるし。あ、そうなんですよ、もう自分たちの区画が区切られてるので。あ、ここ止めてください。あ、そうなんです、はい、もうすごく安心ですよね。今まで行ったキャンプ場とか、はい、なんか印象に残ったいいところってありました？山梨にある、うん、あのスリーストーンキャンプ場っていうところがあって、あの甲府盆地の夜景があのバッと夜見渡せるんですね、はい、もう最高でしたね。じゃあもう、ね、ロマンチックですよね。あ、はい、で意外と夜景が近いので、こう自動車がこう走ってるのがこう見えたり、電車がこう走ってるのが見えたり。奥さん美人ですよね、うん、こういう美人の奥さんとどこで知り合えたんですか？職場で。職場にじゃん、はい、職場でいましたか？職場に。だってね、すごいね、モデルさんみたいな顔してますもんね、はい、絶対逃がさないぞ。絶対逃がさない。俺が捕まるぞと。絶対そうですよね。もう冗談じゃないよ。冗談じゃない。キャンプ変わって。そもそもキャンプって、はい、いつからやろうと思い出したんですか？最初は子供が小さい時に、やっぱりあの夏休みとかに連れてってくみたいな感じでやってたんですけど、うん、もう子供も2人いるんですけど、まあもう自立しちゃって大きいので、うん、仲良くて旅出てるってさ、うん、自慢のパパとママだね。本当ですよ。すごい。だといいんですけど。だといいんですけど。すごいよね。これからどんな夢というかあるんですか？まあ、自営なので、まあ、今のうちにちょっと YouTube の方頑張って、うん、まあ、早めにリタイアをして、うん、あの旅をしながら、うん、まあまあそういう生活できたらいいなっていう夢はあります。最高だな。いいな。それは楽しいよ。楽しい。羨ましいですよね。犬と一緒だからさらに楽しいよ。そうですね。本当ですよね。このボクシーでしたっけ？はい、うん、これちなみにおいくらぐらいかかるんですか？全部で購入した。基本的にはあのこうやってもう好き勝手に後ろをいじりたかったので、うんうん、あまり高い車ではなくて手頃なやつでやりたかったんですね、うん、やっぱりでも車の手頃なものっていうとやっぱり年式が古かったり、うん、あの走行距離が伸びてるものっていうのが多かったので、うん、まあ、壊れにくいトヨタさんのボクシーなんかをチョイスして、あの頃で20万円ぐらいですか？20万円、ずずしい人ですね。20万円でもう日本一周しようとしてるんだ。かっこいい、うん、そうですね。まあ、これでも自己車です。他のものが高いじゃない。いや、そうですよ、うん、カスタマイズした方がね。カスタムもですね、すいません、ちょっと前に行きましょう。本当にお金かかってなくて。あ、そうなんですか？そう、どっかでね、トラブルがあっても車を詳しいからシャシャって直せそうですし。シャシャどうですか、今の話聞いてて。やっぱね、ミニチュアダックスがいいね。ミニチュアダックスがいい。ミニチュアダックスがいい。かわいい。こいつ、ルーリーちゃん、こいつ人らすっごいもんな。大丈夫ですね、はい、はいはいはい。ミニチュアダックスがいいよ、やっぱり。
本当のパパだよ。そういうこと言わないの。本当のパパだよ。そういうこと言わないの、まさか。そういう問題発言を。いや、ね、どうですか、ケイちゃん。いやいやいや、すごい素敵ですよ。もうご夫婦仲いいのがね、とにかくすごい素晴らしいと思います。でルリちゃんがまた舐め出したところで。こっちは懐く、はい、ね。ちょっと、ね、慌たれてますよね。はい、じゃあこれからも素敵な旅続けてください。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。最高だな、これ。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます。はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか。はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。